ここね、僕めっちゃこれめっちゃ推したいんですけど、シリアの子供たちが手書きするアラビア語の挨拶フォトブックなんですよ。これなんで推したいかというと、他の国で逃れたシリアの子供たちって自分の母国語読めない書けないっていう状況がすごい起こってるんですよ。っていう中でやっぱアラビア語書けるようになるってすごくこうやっぱ嬉しいことなんですね、親にとっても、周りの大人たちにとってね。もうシリアに生まれてない、もうトルコで生まれたりとかしている子どもたちがどんどん増えていく、まあ、70万人ぐらいかなっていうふうに言われてるんですけども、その中でですね、その子どもたちが自分たちの言葉、自分たちの母国の、まあ、文化も含めてですよね、を学んだ結果読め書きできるようになったんですよ。その書けるようになった文字が届くはちょっと熱くないかなと思ってて、これは届けたいなと思ってますので、僕の推しです、これ。あ、そうそう、でも発音難しいじゃないですかね。こんにちはって、みやこちゃん言えるアラビア語で。私結構今回トルコで聞いたので、シュクラン、あ、違う、間違えた、ありがとうでした。あ、でもすごい、アッサラームアレイクムですよね。あ、そうね、ネイティブな発音ってどうなのっていうのも届けられるといいなって思ってて、なんかちょっとそういう動画とかも含めてこのフォトブックで、ね、体験できると、実はシリアに行ける日が来た時にコミュニケーション、予習ができるようなフォトブックになればいいなと思います。